の謎はなぜかあれが一人の部屋で得意に脳ワインを飲まなければいけなかったのか片腕の探偵の話を静かに聞いている目の前の少女に探偵は続けた理由は簡単彼はあの時死ぬべきさダメと決まっていたのだから三流は誰君は答えを知ってるねだって君の目の前で全て起こったのだから三流は誰君は答えを今さかも僕が教えてあげよう楽しみの終わりを二つ目の謎はカメラが見えましたわけ本当にカメラの中に犯人がいたのか少女はポケットの中忍ばせたナイフを握る探偵は気づかずまだ話し続けてるたった一つだけ狂った計画事件に巻き込まれたもう一人の探偵シャッダウンさ犯人は誰ほら君のすぐ目の前にいるその名前をさ言ってごらんこの僕の名前を本当は君に調べたくもなかったせめてもの情けだ逃げるなら今が早くさ犯人は誰答えは一つとも限らないそれを確認する術ももう聞き消えてなくなるさあ犯人は誰ほら早くしないと僕の手が君を殺めてしまうよもう時間がないんださあ犯人は誰君は答えを知ってるねだって君の目の前で全て起こったのだからさあ犯人は誰ほら君のすぐ目の前にいるその名前をさあ言ってごらんこの僕の名前を